三方、花折れ断層帯は、若狭湾から、福井県三浜町、若狭町、滋賀県高島市、大津市、京都府京都市を経由して、宇治市へ至る、活断層帯である。構成される断層は、東側流域の逆断層である、三方断層帯、左横ずれ断層の熊川断層、右横ずれ断層の花折れ断層帯北部、中部、東側流域の逆断層である。 花折断層帯南部よりなる。このうち、三方断層帯と花折断層帯北部は1662年の、関文大見若狭地震で活動したと推定されている。三方断層帯は、若狭湾の三浜湾内を北端として、三方五湖、福井県三浜町を経由して、若狭町熊川を南端とする長さ約2 6トル 南北に伸びる東側流起の逆断層帯である。構成される断層は、若狭湾内の A 断層系、陸域の日向断層、三方断層及び倉見峠断層よりなる。日向断層と三方断層の北部、また、三方断層の南部と、倉見峠断層はそれぞれ眼光ないし、並走関係にある。断層面の傾斜は、広角と推定されているが、 具体的な値は不明で、横ずれ成分を示す資料はない。本断層体の後期更新予以降における平均上下変異速度は0.8メートル1000年くらいと推定されており、活動度は B 級上位または A 級階と推定される。変異速度は北部で比較的大きく、南部では小さいと推定される。 歴史記録から1662年間分を見、若狭地震の際に、三方五湖周辺で3から5メートル程度の隆起があったことが推定されている。この地殻変動は、本断層帯によるものであると推定されている。よって、最新活動時期は1662年で、上下の単位変異量は3メートルから5メートル程度と推定される。 具体的な平均活動間隔は不明。活動した場合は、福井県若狭町、三浜町、鶴ヶ市などで、最大震度7程度の揺れが発生すると推定される。熊川断層は、福井県若狭町、日笠を西端として、道町熊川を経由し、滋賀県高島市の三坂峠付近を東端とする長さ、約1 2トル東北東から西南西に伸びる。 左横ずれ断層である。味方断層体と鼻折れ断層を切る形で分布している。断層面の傾斜はほぼ垂直と推定されている。具体的な活動度や最新活動時期は不明。鼻折れ断層体は右横ずれ断層である、鼻折れ断層とその南延長上に存在する逆断層体である。活動セグメントとして北部、中部、南部に分けられ。 北部と中部が花折断層、南部が花折断層の南延長上に存在する逆断層帯である。花折断層将軍塚から眺める獅子型に、吉田山は花折断層の末端防流球である。花折断層は、滋賀県高島市の三坂峠付近を北端として、く木き谷、花折峠、大原、八瀬などを経由して、 京都市左京区の吉田山付近を南端とする長さ約 46km 北北東から南南西に伸びる右横ずれ断層である。花折れ断層帯の内北部と中部を占める。全体的に八型が明瞭なリニアメントとして判読できる。花折れ峠付近を境に北部で西側流域、南部で東側流域の逆断層成分を含む。 断層面の傾斜はほぼ垂直と推定されている。ほぼ国道367号が沿う。本断層の運動は右横ずれ主体と推定されているが、具体的な平均右横ずれ変異速度は不明である。断層運動による過酷の屈曲量や、最新活動の単位変異量と活動間隔から、活動度は B 級上位、または A 級改定度と推定される。 滋賀県高島市今津町と中谷で1996年に行われたトレンチ調査から、この地点の最新活動時期は15世紀以後マイナス17世紀以前と推定されている。また、京都府佐京区修学院及び吉田で2000年に行われたトレンチ調査からは、最新活動時期は2000から2500年前と推定されている。 歴史記録から1662年間分を見、若狭地震では、現在の滋賀県及び京都府を中心とする地方で大きな被害が生じた。前述したように、この地震は味方断層帯の活動によるものと推定されるが、基地途中谷と連地地点で得られた花折断層北部の活動の年代と、この地震の被害が滋賀県西部を中心に広がっていることから、 この地震で、花折断層北部も活動した可能性が高いと、している。また、大原以南には、平安時代からの自社が、数多く存在するにもかかわらず、1662年の地震に関しては特に被害が記録されていないことから、大原よりも南ではこの地震では活動しなかったと、推定している。よって、本断層の最新活動時期は、 北部は1662年、南部は2000から2500年前と推定される。本断層は花折峠付近でやや屈曲することから、ここを北部と南部のセグメント境界と推定している。本断層の単位右横ずれ変異量は、北部、南部ともに2の5メートル程度と推定されている。平均活動間隔は、北部では不明。 南部では4200から6500年と推定されている。花折断層北部が活動した場合、滋賀県高島市、大津市などで最大震度6強程度の揺れが推定される。また、花折断層南部が活動した場合は、京都市左京区などで最大震度7程度の揺れが想定される。花折断層帯南部、花折断層帯南部は、 花折断層の南延長上に存在する東側隆起の逆断層帯である。構成される断層は東山を敗者とする子型二断層、桃山断層と花山、果樹寺断層、音羽山、大御山を敗者とする大爆断層群に大別される。桃山断層、子型二断層銀閣時計大の子型二断層の断層がけ子型二断層と桃山断層は 京都盆地の東園に沿って分布する東側流域の逆断層で南北に伸びる。横ずれ成分を示す資料はない。獅子型二断層は京都市左京区の宇流山南西陸を北端として銀閣寺、南禅寺などを経由し、毛下付近を南端とする長さ約 3km の断層で北端から丸田町通鳥付近までは花折れ断層と並走する。 桃山断層は、京都市東山区の淡田神社付近を北端として、祇園、伏見稲荷などを経由し、京都市伏見区の寒月橋付近を南端とする長さ、約9キロメートルの断層である。花山、果樹寺断層は、山品盆地の庭園に沿って分布しており、九条山から花山、果樹寺などを経由し、 第五付近を南端とする長さ約 6km、西側流域の逆断層である。このうち、桃山断層の傾斜は深さ 200m 以前では50度程度とされる。また、同断層における最近2万年間の平均上下変異速度は約 0.3m、ートル0年と推定されており、活動度は B 級とされる。これらの断層の具体的な最新活動時期、活動間隔、 単位変異量は不明。桃山断層から、獅子型に断層が活動した場合、京都市東山区、伏見区、山品区などで最大震度7程度の揺れが想定される。大漠断層群大漠断層群は、山品盆地の東園に沿って分布しており、大阪山付近を北端として、第五、大漠などを経由して、 宇治東インターチェンジ付近を南端とする長さ約1 2トル、北北東から南南西に伸びる東側流域の逆断層群である。横ずれ成分を示す資料はない。桃山断層とは約5キロメートル程度の距離で並走している。構成される断層は、小野第五断層、小倉山断層、小畑断層、南山、都道断層からなる。断層面の傾斜は、 西側の断層ほど低角と推定されており、深さ100から300メートル以前では、概ね25から55度と推定されている。本断層群の具体的な平均平異速度、最新活動時期、活動間隔、単位変異量は不明。大爆断層群が活動した場合、京都市伏見区などで最大震度7程度の揺れが想定される。 三方断層体の北方延長上に、左横ずれ断層である野坂、修復寺断層体が分布する。また、三方断層体の東側に西側流気の逆断層である耳川断層が分布する。三方、花折れ断層体の東側を並走する形で、西側流気の逆断層である琵琶湖西岸断層体が分布する。この断層体の傾斜角は、 深さ約 3km 以前は40度、約3から 5km までは35度と推定されている。このことから、味方、花折れ断層体と微和子西岸断層体の断層面は地下深部で修練すると推定される。この場合、両断層体の関係は、微和子西岸断層体が逆断層成分、味方、花折れ断層体が右横ずれ成分を受け持つ滑り分割モデルで、 説明できると考えられる。しかし、両断層体は完全に並走しているわけではなく、活動区間の境界は一致しない。また、地下深部における震源断層の位置、形状については明らかになっていない。さらに、過去の活動履歴からは、両断層体は別々の時期に活動してきたと考えられるが、両断層体が同時に活動する可能性も否定できない。 花折れ断層体の南端付近から北西側流域の逆断層である宇治川断層が分布する。また南方円頂上には東側流域の逆断層である奈良盆地桃園断層体が分布する。花折れ断層体は京都盆地の桃園に分布しているが西園には京都西山断層体が分布する。ありがとうございます。